では続いて、井本さん、そしてドリアンズの二人に質問です。プライベートでの浜田さんは、どのようなご様子でゴルフをされてらっしゃいますかあ、ゴルフの浜田さん。あ、ゴルフですね。ゴルフ場でのでもさん。でも、マナーはでもあるマナーはありますね。そうでしょ。ティーショットのね。はい。マナーというか、ルールというか。ルールですね。僕らと回るルールありまして。例えば。浜田さんが、あ、すみません。浜田さんが、あのー、ティーショット打つときに、必ず、ティーを見とかないといけないんです。僕。 これね、すごく大切なティーなんですよこれ絶対なんです僕らもうすごく大事にされてるティーがそうなんもうないんですよ、あんまりもうご本人が持ってらっしゃるのが数少ないと数少ないんです数少ないですそれをなくすわけにはいかないそうなんです行方を見守れ。見守らないといけないですよだから僕が、まあこの4人で回ってたらじゃあ浜田さんが構えます僕はティー見まーすボール見ます浜田さん見ますここまでが一連の一いです そういうルールがあるんですねこれなかったら怒られます誰がティー見んね誰がボール見んね誰が俺見んねこれそも見る笑い事はないです違う違う違う俺見んでもええや俺は見んでもええねんいや、最後そこだわけないからティーを見とけっ玉は自分で見るからで、ティーをねなくすんですよ、こいつら見てるのにですかいや、そうよせやおー、まあええこ行ったなと思って ティーはって言ったらもう全然向こう向いてたまご吸ってない基本ポールになったらいや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 ルールなのになんとなくされたんですよ僕はもう楽しすぎて忘れちゃうんでそこを意識してそこだけはもうそう言われちゃいますんで大事なティーですからねこれだけは守ってますそこはもう絶対やったねこれも絶対ですねルールですなるほどそんな一面があるんですねでは続いての質問です 浜田さんがゴルフを始められたきっかけを教えていただけますか。僕は大阪時代ですね。大阪で番組やってるスタッフに、はいえー、収録終わってからちょっと行こうって言って連れて行かれたのが練習場で、はいはい、もうそこからです。ですね、クラブ一本一本持たされて打てって言われて、そう当たるわけないじゃないですか。なにこれあ、これはゴルフか言ってて。 ほな明日七時にどこどこでって言われてゴルフをやったんです <laughs>。でそれそれがきっかけです。そこカラちゃんもやるようになり、はい。これおっさんとかじじいがめっちゃうまいんじゃないですか。そうですよね。でも一番若かったのに全然当たらへんからイーってなってそこから始めました、はい。もっと上手くなりたいっていう気持ちで、はい。はい。はいはい、なるほど。それがきっかけです。なるほど。はい、じゃあかなり長い。 長いんですけど、ね、まあ間もまあ当然空いてますし、ちょっと最初はその大阪時代でしたね。なるほど、わ、はい、かりました。では続いての質問です。皆さんはゴルフをされるとき、レーザー型と時計タイプの GPS 型どちらを愛用されていらっしゃいますか？これ先裏でモニター見てたら、これこれめちゃめちゃいいですね。時計型ず,ずっとこれ使ってたんですけど、これ押したらマジで。えー こっからのヤード出るんですよねタッチパネル裏でずっといじってはりましたこれええやんっつってこれええやんでも CM で持たされたこれやったんですよそうですね浜田さんあの持たされたって言わといてくださいすみませんすいません CM で持たしていただきましたいやこれ使い勝手いいですよこれやと歩いていってポンと押せばいいからそうですねすぐ出ますからねこれめちゃくちゃ便利僕ちょっと CM の時こっちやったのであ全然いいなと思ってたんですけど 君はずっとそっちだと思う。はい、そうです。そうです。これ、いいわ。浜田さんだけ右につけるんですね。浜田さん。浜田さんと木村拓哉だけ。勝手なこと言うなって。日本で二人。日本で二人。勝手なこと言わんで。この二人だけ。たまたまかも。分かれし浜田さんが木村拓哉さんを意識して右に。けるいや、違う、違う、違う。え、そ、残る。いや、俺のが大人やぞ。大人と思ってるんですか。木村さんも大人です。これは、でも、もう、いちいち、こう、出すよりも。 ずっ,ててずっとつけてられますからね。い、うん、って押すだけなんで、うん、こっちのはいいなって、裏でちょっと今っし<ー>言ってましたね。ぜひ時計型もね、はい、使ってみてください。もちろんこっちもいいんですけど。はい。はいはい あの、ショットナビの使い心地はいかがですか軽いですね軽い軽いですから、ほんポケットポッと入れてられるなと思ってそれは本当にそう思いますねで、こっちもポケット入れてても気にならないんでコンパクトですねスポーツするときはね、やっぱり軽さ大事ですもんねそうですねわかりました、ありがとうございます